どうも皆さん、こんにちは。ほうです。今日もですね、LSPDFR やっていきたいなと思います。なんか変なやつが来てるね。なになに、銃持ってるな、銃持ってる、なに。くそ、マジか、やられた。めっちゃ撃たれたんですけど、いきなり攻撃された。これはまずいな、すげえ危なかった。防弾チョッキ着といてよかったわ。いきなり撃たれた。で、ちょっと待ってくださいね。すげえ重たい。腕撃たれてしまいましたね、私。左腕撃たれてしまいました。さあ、消防署と救急施設が近いのでね、すぐ来てもらいましたね。もう治療してください。撃たれました。左腕撃たれました。さあ、治療パックもらえるかな？お、ありがとう。なんとか左腕は治りましたね、これで。よかったよかった。ということで、今回はですね、こちらのダッチチャージャーに乗ってパトロールしていきたいなと思います。相手の方も生き返ったようですね。この車使うのはね、初めてですね。見てください。こちらですね。上の方のさ、ライトがね、なんか、特徴的ですね。こういう形のやつはね、初めて見ました。ではね、ちょっと点灯させてみましょうか。点灯するとね、なんか回転灯みたいにね、光りますね。回転灯の LED 版ですね。すげえなんか未来な感じがします。さて、まあこんな感じですかね。じゃあ今回はなんかね、近くで車両セットをしようとしてるやつがいるみたいなのでね、そちらの方に向かいたいと思います。さあ、どこかな？お、いたね、いたね。あの怪しいやつかな？あいつがなんかね、車両セットを試みようとしてるみたいですね。おーい、そこの君。おー、そっちにワープしたんか、ずるいな。すげえな、今のワープの仕方。うおー、待って、銃持ってる、銃持ってる、銃持ってる。これはまずい。銃を持ってるな。ちょっと待って。拳銃出して。ちょっと待って。拳銃出す。武器を捨てるんだ、武器を。武器を。武器を捨てろ。まずい。武器を捨てるんだ。よし、武器を捨てるんだ。もういきなりもう仕事始めですげえ撃たれまくるっていうね。よしよし、なんとか逮捕できそうだ。でも下半身撃たれまくりましたね、この人。さあ、すぐに病院に連れて行かないとね、まずいね。大丈夫か？この人ですね、違法なハンドガンを持ってましたね。じゃあちょっとね、救急車の手配しますからね。さて、もう車盗むだけでね、こんな大怪我をするという。うおー、ここでクラッシュした。マジか。見てください、パトカーにも撃たれました。で、今回はですね、どこに行こうかと言いますとね、ここをパトロールするんじゃなくて、こちらにですね、もう一個街があるんで、グレープシティだっけ？え？グレープシティじゃないな。なんか忘れたけどね。まあ、ここの、場所をですね、パトロールしてみたいなと思います。多分ね、1年ぐらい前に1回行ったきりで、全然行ってない場所なんでね、久々にちょっとパトロールしに行こうかなと思います。よーし、君はここにいとくんだ。じゃあ、あとはこの車だね。もう壊されちゃったね。一回保険会社を呼びましょうか。さて、これで電話して取りに来てもらいます。お、救急車来たね。そっちか。大丈夫ですか？着きましたね。よし、これでいいかな。あとは頼みますよ。あとはやってくれるかな。あ、反対側でしたね。こっちは関係ないのか。じゃあ運んでもらいましょう。
さて、パレトベイのメディカルセンターに行きますということですね。さあ、それでは出発しましょう。今回はね、結構ね、オフロードな感じの道をね、通ってパトロールに向かいたいなと思います。あ、なんかやってる？別に何もやってないよね。さて、うおー、すげえことになってますね。てか、あの車さ、あれなんですよね、煙出すぎなんですよね。止まりなさい。ちょっとこちらの駐車場の方に入ってください。ありがとうございます。もうちょっと駐車させましょうか。ここでいいですね。すげえ煙出てますね。これは出しすぎですね。改造しすぎですね。アラートがついてるね。お？逮捕状があるとなってますよ、オーナーの方に。これはちょっと危険かもしれないな。ていうか、相手の車はかなりごついですね。もう拳銃出しながら行きましょう。さあ、大丈夫か？すげえな。同じ人か？ちょっとわかんないぞ。こんにちは。はーい。ちょっと一回エンジン切ってもらってもいいですかね。うおー、エンジン切らずに逃走した。逃走しましたね。急げ急げ急げ。急げー。一台呼びましょう。逃げてるぞ逃げてるぞ。相手の車かなりごついですからね、タイヤパンクさせることができるんだろうか。これうおー、めっちゃ煙出てる。ちょっとここら辺に置いてみよう。ちょっと待って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 。よし、これでいいかな。ちょっと降りますね。ショットガン出しましょう。降りてくるんだ。お、タイヤーパンクできたね。タイヤーパンクできたけど、行っちゃいましたね。急げ。まあ、2つタイヤパンクできたんで、あとはもう、時間の問題だな。おー、行ってますね。ぶつかりそうだね。さあ、止まるんだ。終わりなさい。もう無理だよ。もう逃げることはできないでしょう、君。残念ながら。おっしゃー、タイヤ全部パンクできたんじゃない？全部できましたね、タイヤパンク。完璧だ。あとは、味方呼びましょう。仲間を、バックアップを呼びたいと思います。さあ、止まれ。もう無理だろ、絶対。これで逃げようとか、もう無理だろ。諦めなさい。おー、いいぞいいぞ。市民の方も頑張ってくれてますね。降りてきなさい、車から。うおー、飛ばされた。手を上げなさい、地面に伏せるんだ。いやー、市民の方がナイスのやり方でね、参加してくれましたね。さて、こちらなんとか逮捕できました。全部のタイヤ破壊したっていうね。これはすごいな。さあ、何か持ってるか。こちらですよね、逮捕状出てた人。使用済みの覚醒剤じゃないわ、使用済みの注射器が入ってました。あとはワイヤーカッターですね。覚醒剤使用してるんでしょうね。ちょっと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 、なんか引っかかってる。なんかどっか行っちゃいましたね。まあ、車がなくなる前にこちら調べておきましょう。他にも何か入ってそうだね。こちらにはですね、小袋に分けられた大麻と、あとはですね、大麻を吸う時の水ギセルですかね。それが入っていましたね。よし、回収しておきます。こんなごつい車回収できんのか？で、パトカーがね、連れ去られてしまったね。連れ去られてしまったんですけど、追いかけますか。めっちゃ高速で移動してますね。これは追いつきそうにないな。ちょっと待ってね。追いつきそうにないので、
うわぁ、クラッシュするんかい。クラッシュするんかい、もう。さあ、それではですね、パトロールの方を再開したいなと思います。普段ならね、普通の道を使うんですけど、今回はこちらのオフロードから行ってみましょうかね。さあ、何があるかな？で、街の名前はですね、グレープシードでしたね。本当に懐かしいですね。おー、誰か歩いてるね。ちょっとごめんなさいね、散歩してる途中。大丈夫かな？この横行っても大丈夫？ちょっと待ってね、この横行きますね。さあ行きましょう。で、今回のエンジン音ね、いつも通りなんですけど、あのフォードのエンジン音ですね。おお、ライオンがいるじゃん。大丈夫かな、あの人たち。食われないだろうか。うっ、だ、何何、なんかやってますね、めっちゃ撃ってますね。戻りましょう。すげえ撃ってんぞ。ちょっと上に行きましょう。撃たれたら嫌なのでショットガン持っていきますね。鳥を撃ってたんか？どうしたんだそこで。何を撃ってるんだ。ハンティングライセンスを持ってんのか。うーわ、こけた。ダセーな。待ちな、武器を捨てるんだ、武器を。怖い怖い、なんかめっちゃ怖いんですけど。武器を捨てなさい。地面に伏せるんだ。よしよし、オッケー、いいかな。じゃあ手錠かけましょう、安全のために。さて、あとはですね、名前と、あとはハンティングライセンス持ってるかどうか確かめましょうかね。何で撃ってたんだ？おー、この銃ですか。ヴィンテージピストル。この車、君の車かね。こちらの方ですね、なんか違法なものを持ってましたね。そして、あとはね、ハンティングライセンスも持ってるか見てみましょう。この人ですね、ハンティングライセンス停止になってますね。さあ、これ君の車かね。見ていくぞ、中にはですね、コーラが入ってましたね。さあ、君は乗りなさい。車両に入れましょうか。レジストレーションがありませんと。ちょっと名前の方もチェックしていきましょうか。ライセンス切れを起こしてますね。逮捕状とかはありません。車内に入れておきます。なんか座席が白いんだね、後ろの座席。じゃあ、あとは車の方も回収しますか。おー、来てくれましたね。今回こちらの車はですね、シボレーのタホですね。さて、それでは行きましょうか。ちょっとね、この先にですね、トンネルがあってね、そこを乗って向こうの方まで行きたいと思います。待ちまでね。さあ、こちら消しておきましょう。あ、この上か。この上行くんですね。難しいな。ここ歩く場所じゃないの？一応道みたいになってるけどね。ちょっと今回この車ですからね。気をつけていかないとね。おー、なかなかいいですね。ありました、トンネルがありましたよ。おー、なんかやってる、なんかやってる。どうした、大丈夫？え、君たちは何なの？別に何もないか。さあ、ライトつけますかね。おー、いいですね。
これはなかなか面白いな。さあ、トンネルを抜けました。来ましたよ。すげえ綺麗な場所だね。おー、バイカーたちか。自転車バイカーがいますね。もうここら辺全然舗装されてませんね。おー、ちょっとなんかやってるよ。マジかよ。あー、ぶつかったね。すげーことやってますね。これはまずいな。どうしよう。ちょっと君たちやめなさい。武器を捨てなさい。武器を捨てるんだ。ちょ、まずい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 。めっちゃ来てる。うわー、踏みつぶされた。これはちょっと待って。ちょっと誰か来て。これはまずいな。みんな地面に伏せて、地面に伏せて。すげえ撃ってるね。よし、地面に伏せるんだ、地面に。全員地面に伏せて。すげえことになってる。めっちゃ撃たれてる。この人下半身裸ですね。さあ、逮捕します。めっちゃ来てくれたね。おお、かっこいい。スワットまで来たじゃん。すげえな。今の出方めっちゃ良かったですね。さあ、あとこの人何か持ってるか。すげえ、ちょっとモザイクかけないとね。この人ですね、エイリアンアームガン。エイリアンの腕の銃。意味わからんけどね。宇宙人かって感じなんですけど。そちらを持ってましたね。さて、あとはですね。この処理だよね。大変そうだね。救急車来てくれるかな。うわ、めっちゃ遠いですね。これは無理かもしれないな。あとこちらの男の人なんですけど、まあ、特に逮捕状はないですね。危険運転で逮捕されてますね、一回。さて、バックアップの方を見ましょう。こちらの人を誰か警察署まで運んでほしいんですけど。新しいユニットが来てくれたね。ちょっと危ない危ない危ない。ちょっと待ってね。さあ、 OK、 いいかな。じゃあちょっとね、ここは任せて、僕はですね、先に進みたいと思います。ちょっくらね、時間がなくなってきたので。まだね、街にすらつけてないっていう状況なんでね。こっちの下行ってみましょうか。うわ、反対側からも来てる。どうするんだい。ちゃんと避けるんだね。すごいな。ちゃんと避けていくんだ。うお、また来てるよ。うお、どこだ。反対側か。怪しい人物がいるみたいですけどね。うん、誰だこれ。こんなとこにバイクを放置してるやつは誰だ。ナンバープレートもないぞ。誰のバイクなんだ。全然わかりませんね。まあ特に何も入っていませんでしたけどね。すげえ煙出るな。煙出すぎでしょ。これはすごい。こちら回収しておきましょうか。ノーヘル君がいますね。ちょっとノーヘル君は止めたいと思います。止まってください。ノーヘルですよ。しかもナンバープレートついてないですね。これは逃げそうですね。
まあ一回エンジン切ってもらいましょう、逃走防止のため。逃げましたね。止まるわけないか。逃げましたよ。逃がすか、この野郎。すごいぞ。でも相手バイクですからね。うおー、なんか撃たれた。うわー、どこ行ってんの。死ぬんじゃない、あんなとこ行ったら。ちょっとよくわかりませんね。変なとこに行っちまいましたね。すげえ、どこにいるんだ。あー、生きてる。なんとか生きてますけどね、もう死にそうだね。これはどうすればいいんだろう。一応バックアップ呼んどきましょう。向こうから来ますね。ちょっと待って、乗って乗って乗って。行きましょう行きましょう。さあこっち側かな。逮捕できそう。さあ行ってみます。どこだどこだ。まだ逃走してるようだね。テーザー銃持ってよ今日。いた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 。待ちなさい。もう抵抗するんじゃない。地面に伏せなさい。テーザー銃撃つよ。こけましたね。さあ地面に伏せるんだ。よーし、もう逃げ道はないからな。いやー、それにしてもよく生きてたな、今の。よく怪我せずに生きてたな、本当に。あんな大ジャンプして。さて、何か持ってるか？怪しいもん持ってるか？サンアンドレスのマップを持ってましたね。この人ちゃんと免許持ってんのかな？そこら辺も調べていきましょう。さて、僕の車あるね。大丈夫だね。よし、ここに入るんだ。じゃあちょっと調べていきまーす。この人ですかね。アラートついてますね。うおー、なんか書いてあるね。逮捕状があるんですけど、めっちゃ細かく書いてますね。じゃあ他のユニットに任せましょう。あとバイクどこ行ったんだろうね。あ、そうだね。バイクの回収も行っていきますか。さあ、どこにあるんかな。確かこっから辺から飛んでいって落ちたよね。まだ残ってんのかな。さて、消えてしまっていたようなので戻りますか。で、どこだっけな。ここなんですよね。全然つかないな。あと 1.8 キロもある。全くつきそうにないですね。よし、とにかく前に進んでみましょうか。おー、ようやくなんか舗装された場所に出ましたよ。いやー、結構時間かかったな。着いた着いた着いた。じゃあちょっと左に曲がって、ここら辺全体をねパトロールしていきます。うん、止まってくれるの。じゃあ行きましょう。どこだどこだ。全然違う場所ですね。いやー、相変わらず何も変わっておりませんね。ここら辺の街は。なんかまたバグってきたんですけどね。よし、なんとかバグは解消したかな。なんか前にフラフラ運転してる車がいますね。これは怪しいですね。止まってもらいましょう。止まってください。ちょっとね、こっちの方に移動してもらいましょうか。右の方に。さあ、そちらに移動してください。
さあ、もう少しですね。あとね、煙出すぎですね、その車。排気ガス出すぎですね、本当に。めっちゃ出てるよね。壊れてるんじゃない？ビークルチェックで。ライセンスが停止となってますね、オーナーの。女性の方でしたけど、見てみましょう。さて、どうなってる？写真の方と同じですね、こちらの人。こんにちは。一回エンジン切ってもらってもいいですか？よーし、エンジンは切ってくれましたね。じゃあ免許証の方を見せてもらえませんか？じゃあ調べていきます。多分免停になってるんじゃないかなとは思うんですけど、そうですね、ライセンス免停ですね。免停の状態で運転していました。で、そしてかなりふらついていたようですけど、何かお酒でも飲んでたんでしょうかね。ちょっと頭が痛いって言ってますね。じゃあアルコールの方見てみましょう。多分飲んできたんでしょうね、この様子だと。この人ですね、検査の方を拒否しましたね。アルコール検査はしたくないということでございます。じゃあ車から降りてきなさい、車から。はい、どういう、ほらほら、もう全然君酔いすぎですね、この歩き方。もうかなり酔ってるでしょう。じゃあこっちに来なさい。もうあなたはもう千鳥足になってる。他に何か持ってない？ちょ待ちなさい、もう手錠かけとこう。キッチンナイフですね、キッチンナイフを持ってました。さてこちらは逮捕します。よし、車内に入っとくんだ。車内でゲロはしないでね。あとはドラッグの検査も行っておきましょう。さあ、ドラッグはどうだ？ドラッグはやってないようですね。あとこちらね、違法なものがなんか入ってそうだね。多分入ってると思いますね。お、何も入ってなかった。何も入ってないのかい。まあこちらは回収と。だいぶ古い車ですね。見てください、運転席とかもうめちゃめちゃに古いと。メーター類も壊れてるよね。普通に整備不良なんですけど。じゃあこちらに1台来てください。よし、来てくれたね。じゃあもうちょっとね、この中をですね、パトロールしてみたいなと思います。行ってみましょう。いや、懐かしいね、ここら辺。なんか1年前は確か飛行機が墜落とか、そんな動画だったような気がするんですけどね。なんかあそこにさ、いますね。ちょっと待ってね。双眼鏡で覗いてみましょうか。あいつ何やってんだ？あんなところでな。何やってるんでしょうかね、この人。すげえ煙出してるな。ちょっと整備不良で止めたいと思いますね。お、ちょっと待って。なんかやってる、なんかやってる。ちょっと待って。何やってんの、何やってんの。え？なんかやってる、なんかやってる。お、やってる、やってる、やってる。行きましょう。行きましょう、行きましょう。どうやってそっちに行けばいい？すーげー。やめなさい、君たち。ちょっと待って、待って。殴ってる、殴ってる。テーザー銃で収めましょう。やめなさい。ちょっと二人とも地面に伏せて、二人とも地面に伏せて。行かないで、どっかに。ちょっとどっかに行ってますね。ちょっとどっかに行ってしまいましたけどね。すぐに追いかけよう。まだ追いつくはずだ。下にいるね、下にいるね。大丈夫、まだ消えてない。おー、いるいるいる。ちょっと早く乗りなさい。あんたは早く乗りなさい。ちょっと待ってください、事情をちょっとね、いろいろ聞きたいので。
さあ止まってください。止まる気ないですね。逃げてますね。うわー、こけましたね。おバカさんですね。さあ止まりなさい。もう無理だよ。動かないで、地面に伏せて。ロストのメンバーでしたね。さてあとはちょっと見ていきましょうか。逃走しましたね、この人は。ちょっと待ちなさい。すごい、今さっきね、めっちゃ喧嘩してましたけどね。この人ですね、チェーンソーを持ってました。すごいもん隠してたな。さあ、あとはこちらの車内に入れておきます。さあ、これでいいかな。あとね、車の中調べていこう。なんかめっちゃバグり始めてるね、また。なんだこの四角は。適当すぎでしょ。秒が適当すぎ、みたいなね。もうちょっと頑張ってほしいですよね。もうちょっと頑張ってディテールを描いてくれてもいいんじゃない?この四角ってね。おー。じゃあちょっと調べていこうかな。何かあるかな。どちらもアラートがついてますね。この人67歳だったんだ。見た目と全然違うね。で、こちらのギャングの人はですね、住居侵入で逮捕状が出ておりますね。で、もう一人の方はどうなんだろう。こちらの方ですね、免許切れになってますね。ギャングをさ、引きずり下ろした人ですよね。こちらも逮捕状が出てますね。で、こちらの方はですね、重罪犯として知られてる人物か、または重罪への関与を疑われてる人物を支援し、かくまったということでしょうかね。そういうことで逮捕状が出てます。さて、まあ、ということで、今回はですね、この辺りで終わりたいなと思います。なんかあんまりここら辺全然パトロールできなかったんですけどね。もうめっちゃバグりすぎでしょみたいな。で、このバイクから引きずり下ろした方は、大麻とコカインをやってますね。じゃあこっちのギャングはどうだ?こっちのギャングもなんかやってそうですね。こっちのギャングはですね、大麻をやってますね。さあ、二人とも仲良く運ばれなさい。で、この車に激突したんですけど、ああ、若干傷ついてますね、ここに。ちょっとこれは電話しておきましょうか。これは傷がついてしまったね。さて、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。このなんかライトの点灯はさ、意外と好きですね、僕は。さあ、あとはね、この人が運んでくれると。僕は避けておきましょうか。ああ、そっから行くんだ。うおー。余計に傷をつけてしまったね。まあ僕はそれを期待して待ってたんですけどね。それではですね、さようなら。